今、8月11日の4時41分、朝ですね。ちょっと、ほぼ、始発になりますけど、今から、ちょっと準備して、新幹線乗って、中京競馬場、行きたいと思います。なるほど。行ってくるわ。中京競馬場。ほら、みーちゃん。中京競馬場、行ってくる、さかい。行ってくれ、さかい。もう、5時44分だけで分かるな。さっき買い出ししとこうか。買い出し。しんど。先生、そろそろお時間になりますので。いや、暑っ。いや、もう今日ちょっと前回の小倉のね、反省点生かして、もうちょっと熱中症になりましたんで、今日クーラーボックス持ってきてるんですよ。もうポカリスエットもさっきのお酒も、これ板の氷もうこんだけあったら、大丈夫。よし、頑張ろう。まずはね、はい、とりあえずまだ開催週なんでね、4コーナー全然切れたと思うんですけど、一
応確認しに行きましょうか。いやもうこないだ小倉で、小倉初の小倉でもう手痛い、板で、大敗を喫しましたので、中京で、なんとか取り返すと、いうところでございます。まあ、小倉の中京記念で、負けましたので、中京の小倉記念で取り返すと、いう流れ、というストーリー、でございます。なんとか、一矢報いたいんですけども、まあとりあえずですね、そんな高望みはしません。往復の新幹線、約電車ちゃんはして2万円ぐらいですか。まあ2万円買ってたらもう一日楽しんだと思って万々歳じゃないでしょうか。4コーナー、まあ当たり前ですけど綺麗ですよね。まあ、ただこのダートも芝もですけど、これ一回に3日目以上にコーナーきつい、らしいんで、まあ直線向かったらすぐ坂ですし、結構前のゴールがあるというところです。 OK、 まあ、とりあえずですね、1レース目、これは2歳戦なんで、もう2歳戦はもう分かりませんので、もうさっきですね昼ご飯食べますわ、もうお腹ペコペコになって、小倉の時ね昼飯難民だったんですよ。でなのでもうさっき、昼飯食べに行きます。橋本で一杯やろう。とりあえず中京の2レースはこれちょっとリベンジ含めてまた3連複10頭ボックス行っとこうかな。3連複10頭ボックスの試しで、さあ、しました。大田市は中から10番、大戸かけが内側の2番の内装6番、ヤクラーは1番、内装6番、ヤクラー。49秒2、600メートルは37秒5でした。デビュー戦は経験馬相手に5着、その後2戦目が3着、4ヶ月の休養を経て14番のララバッカナール、牝馬3歳ヘニーヒューズ3区、初勝利をつかみました。2番手は1番。はい、初っ端の中京2レース、3連複、9頭ボックス8400円、大的中でございます。1番人気、2番人気、4番人気の組み合わせで、払い戻しが1110円ということで、8400円かけて1110円戻ってきました。いやこれはすごい
もう今日はちょっといけるんじゃないかと思ってます。前回小倉の時はですね、10頭ボックス1万2000円かけていきなり外れましたから、それと比べたら、9頭ボックス8400円の投資で1110円戻ってきてるわけですから、今日はこれいけますよ。これはかなり期待できます。中京3レース次頑張ります。いやこれね、中京3レースこれ、1番と、10番と12番の馬、これね、7月21日走ってるんですよ。僕が小倉に行った当日、小倉で出会ってる3頭なんです。これは応援せざるを得ない、1番、10番、12番ということで、この馬連とワイドそれぞれボックスの選択か。頑張れ小倉のサート、いけー。あとは3番手、3番手、7番手、200を切った大外からは4番のアクイローネ、15番ファストチアフル、間から13番ヘルツアースも伸びてくるが、5番のレディーバリューが止まらない、リード3、4マシンだ。2番手は4番のアクイローネが内から12番のマインドコモローは、5番の今日は間13番ヘルツアース3頭の争いですが、4番のアクイローネが2番手を確保、あとは内を通った12番のマイネルコモローは3番手の入線です。勝ちタイムは1分58秒6、上がりタイムゴールまでの 800m 47秒6、 600m は35秒7でした。あ、まーちゃんがあった、まーちゃん、まはい、ということで、X でご提案をいただきましたので、もうせっかくなんで、1軍、2軍、3軍の3連複フォーメーションということで、まあこれちょっと2軍に10番を入れるかどうかっていうのは非常に迷ったんですけども、まあ2軍2頭だけだとちょっと心もとない、いうことですので、まあ10番はギリ、もうギリギリ2軍と。ということで、3列服フォーメーション、1軍2軍3列目は3軍を中心に、フォーメーション、組んでいきたいと思います。スタートしました。先行争いは各ジョッキーを押しているジョッキーが目立ちますが、8番インジケーター出ていきました。2番のダブルジャッジ、3番のベリークも手綱を、4コーナーのカーブに入って先段の争いですが、11番のソルトロングが外目から、そして10番のイーデカンタロウ4コーナーから直線に向きました。内にいるのは12番名称ヨスガラ、あとは外から追い込んできた13番のアミミション、4頭5頭広がって坂の上りに入っています。あとは7番の名称コナンが最内にいましたが、外に出してグイグイと上がってくる。大外には6番フェニーズネビュー、内から4番のアルマーザミール、横に広がった争いは4番のアルマーザミールか、間から伸びてきたのは5番のミグラテール、5番のミグラテール、7番の名称コナン、7番の名称コナン、ミグラテール、2頭の争いになってゴールにいる。この4頭の接戦、あとは6番のフェニーズネビューは5番手。さあゴール前は5番のミグラテールか7番の名称コナンか、この2頭の1、2着接戦。あとはうち4番アルマーザーミール、2番のダブルジャッジ、何やそれ。0秒7、上がりタイムゴールまでの 800m は52秒3、 600m は39秒6でした。
こんだけ暑いけど、これね、これ4番一人で弾いてるでしょ。1番も一人、2番も一人、3番も一人、5番も一人、6番も一人、7番も一人で弾いてるんですよ。8番も一人、これ9番だけね、人間的なんですよ。これ元気が有り余ってるからこその人間的。これ9番ちゃいますか。こんだけ暑いのに元気がいいことですから、気持ちいいわ。5番バンダーデビューから3番デビューから2番デビューから3番デビューから4番デビューから4番デビューから3番デビューから3番デビューから。ソードナイトおれスタートしました。内1番カムニャック高ダッシュです。1コーナーから2コーナーを目指していきます。9番のソードナイトが先頭でリードが2馬身ぐらいです。8番ブーディが2番手、第2コーナーのカーブに入りました。3番手鹿の下りが続く前3頭広がって、内わずかにソードナイト並んで8番ブーディが4コーナーから直線に向きました。外に出した5番のバルティカ、1番のカムニャックも外に出した。後方3投目を追走していた1番のカムニャック、3コーナー過ぎから進出、最後は直線突き放しています。1分4秒台という緩やかなペースになりましたが、最後の残り 600m。 唐揚げ父ちゃん、唐揚げ父ちゃん、失礼いたしました。ありがとうございます。どうぞ。唐揚げください。はい、350円になります。お預かりいたします。揚げ時ですので、暑いのでね、お気をつけください。ありがとうございます。あっ、はい、ということで荒れ模様の中途なんですけど、まあ一旦ですね、もうこれ 1,2,3 番人気、これちょっと実験的にも行ってみますわ。もうマレンのボックス3番11番15番、これ 1,2,3 番人気、あともう3連符の31,15、これ1点外、案外これ人気で、アトリアわずかに先頭、4コーナーから直線、内3番ブレイブハートマン、11番エイシンコクス、3頭が並んで直線に向いています。その後ろ離れた4番手7番のボワイトワール、ちょっと前との差が開いて、追い込み勢は12番のデュアル、それから8番のラントリーサントですが、ここも前には差があります。先頭11番のエイシンコクスが抜けた、200を切りました。2番手16番クイーンズアトリア、内で粘る3番のブレイブハートマン、その後ろは15番のノイアーヒルト、4番手先頭を突き放した、11番のエイシンコクスン3馬身のリード、エイシンコクスンゴールイン、2番手16番クイーンズアトリア、3番手3番のブレイブハートマンです。中京7レース、これも相当数です、8
西条の1勝クラスは制したのは7番のブロッケンボー、そして2番のローザサンリバル2着、3着8番クワイアットホーク、4着9番オルノア、5着は6番の名将ヒューガで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまでお手持ちの馬券ありがとうございます。ちょっとさっきも唐揚げ買ったんですよ、もう一回唐揚げください。はい、美味しかったですか？美味しかったです。よかったです。お借りいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことは関係なし、6番ポルトバージ、これでいきたいと思います。ポルトバージの1着2着1着2着以上の1勝クラス、ダート 1800m の競争13頭によって争われました。5番のグーベルナイユ、絆の産駒、西村敦也騎士の手綱、武幸四郎厩舎、2番手には9番のキングオブ富士、3番手6番のホルトバージ。騎手ベラジオモンドから5点スタートしました。さあ先行争いです。まずはシュートの中での先行争いから始まっています。依然としてベラジオボンド一番後ろから、さあ直線構成と向かいました。残り400を通過、これから坂を駆け上がる。さあ先頭4番のゴーマックス、そしてその後ずらりと広がって桜オーラが、さあじわりじわりと前に上がってくる。そして大神ビヨンドが外目から、さあ大神ビヨンド、しかし外からじわじわとベラジオボンドが猛然と足を伸ばす。後方待機のベラジオボンド、一気に差し切った。先頭はベラジオボンド、そして大神ビヨンド2番手でゴリ。ベラジオボンド自己条件鮮やかでした。2着9番の大神ビヨンド、3番手3番リアライ、4着は6番の桜オーラ、5着は4番のゴーマックス、10番9番3番6番4番の順。これ10頭立てでしょ、10頭立てなんですよ。10頭はこっちで勝ったから、走った瞬間当たるんですよ。よし、当たった当たった。
今度は前に並びかける。そして毘沙門天来た、毘沙門天来た、おしげ来た、おしげ来た。さあ残りの200を通過した。前の争い仕事を激戦の中、おしげが伸びる、おしげが伸びる。さあおしげ先頭と変わった、おしげ先頭と変わった。3馬身から4馬身のリード、 2,3 番手争い接戦だ。先頭はおしげ五輪。さあ先行集団の一角で直線3番の名将影勝が単独2番手は確保した模様。単独3番手ですが7番のフレンチギフト、その後は接戦すんなり。小倉で中京記念、そして中京で小倉記念、もう意味がよく分かりません、分かりませんけれども、もうそれはもうそんな言っても仕方ありませんので、残念だ。後藤牧師ですか、1番、沢崎氏のオーリフレーミング。第60回農林水産省頂点小倉記念 G3、 なんとなんと1番のリフレーミングが1分56秒5での勝利。わずかに及ばず2番手はコスタボニータ、3番手11番トップハンデディープモンスター、その後ですがベローナシチー、セントカメリアと続いておりましたがすんなり。ロジリオンの追走、内回りとの合流点を過ぎて先頭を粘っています。15番トゥードジボンですが、ラインベック間を狙って4番サクラトゥジュールが伸びてくる、外に持ち出して14番ロリオ、一番外から追い上げてくるジュンブロッサム、間からは真ん中プレサージュリフト200を切りました。粘る粘る、先頭15番のトゥードジボン、リードを2馬身3馬身、リオ外から6番のジュンブロッサム、サンライスラード追い込んでくるが先頭トゥードジボン逃げ切ってゴール。続いて間にはプレサージュリフトも連れている3着争いです。勝ち時計1分32秒9、上がりタイムゴールまでの 800m は45秒2、 600m は33秒3です。広がった3着争いでしたが、ここは6番ジュンブロッサム追い込んで3番手、4着争いにロジリオン、プレサージュリフト、サンライズロナ。スタートしました。さあ先行争い、インプロバイザーが若干後ろから、まずは先行争い、外からは9番のロードテレゾール、内1番のテイオースパローがわずかに2番手、3番手4番のクイーンズプリーズ、外からじわりじわりと前の方、そして最内2番のヤマニンガンフィル。さあ直線残り400を通過、これから坂を駆け上がります。先頭ですが粘り込みを図りますロードテレゾール、まだ1馬身半とリードがあります。してくる。さあ今度は内を狙って、さあヤマニンアンフィルが抜けかけるが、今度は1番のテイオースパロー、ヤマニンアンフィル、ヤマニンアンフィル、1馬身のリード振り切ってゴリ。2番2着1番のテイオースパロー、そして3着は9番ロードトレゾール、そして4着は6番のモズとキキ、5着は5番のエールデブリー、2番1番9番6番5番の順、勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの馬券はお捨てにならないようにお待ちください。中京競馬ウィングレースでした。
僕今日ちょっと実は仕込んでまして、このなんていうんですか、丹内馬券、もう今日の丹内騎手の、レース、これ全部単服、単勝500円と副賞1500円ずつ、もう丹内騎手もうめちゃめちゃ札幌気合入ってまして、昨日もめちゃめちゃ好結果出してますんで、これもう実は買ってるんですよ。ちょっとそれ今から、払い戻し、全く結果知りませんけど、今からちょっと行ってきたいと思います。夜ね、俳優がプレイした。はい、ということで丹内チャレンジ、答え合わせいきたいと思います。丹内チャレンジ、投資2万円、2万円以上払い戻し頼む。来い。この投票券は的中していません。投票券をお確かめください。この投票券は的この投票券は的中この投票券は丹内この投票券はこの投票券は丹内この投票券は的中まもなく払い戻し。なにこれ。ありがとうございます。はい、ということで、キッド競馬場、いやーお疲れ様でした、ありがとうございました。丹内チャレンジ、ちょっと後で見てみますけど、なんかすごいことが起きたようでございます。もうラッキーでございます。中京競馬場ではちょっと、結果残せませんでしたけれども、最終的にはこれはプラスになったんではないでしょうか。ということで、中京競馬場ね、僕なんて言うんですか、北海道の札幌と函館、あと福島競馬場、これ行ったことないんですけど、他の競馬場には行ったことございまして、中京競馬場はですね、2番目に好きな、競馬場で、ございます。やっぱり屋外でこう座って見れる、窓ガラスがないっていうのが一番いいですよね。まあ、一番好きなのはやっぱり東京競馬場なんですけれども、中京競馬場、2番目に好きな競馬場でございます。今日は、結果はっきりとは残せませんでしたけれども、最後の丹内チャレンジ、朝あれやろうかどうか迷ったんですけど、やってよかったですわ。なんか単勝馬券があれ1着になったような気しますよ。後で見てみますけど、ということで、ドイツとミュちゃんに餌をあげに帰りたいと思います。お疲れ様でした。はい、ただいま、ただいま、はいはいはい、大人だったね、はいはいはい、はい、ご飯食べようか。はい、ご飯ね、はい、ご飯、はい、ご飯、はい、こっちおいで、はい、みんなご飯、これ、はいはいはい、どうぞ、はい、どうぞ。ご飯食べた人はチュール食べていいけどな。はい、食べた、あんたらご飯食べた。はい、ほらやろう。はい、チュールどうぞ。はい、疲れたわけよ。はいはい、やろう。
はいごはん。いや今日なんとかあの短大チャレンジあれうまいこと言ったんよ。あんたらがあの万馬券の夢見とってくれたからな。あのあれが聞いたんよ思うわ。ありがとうありがとう。あろうかありがとう。はい。あみちゃんもありがとう。はい。寝るため、はい、寝る。ああ、もう疲れたから寝るわ。あずみ、ああ、しんどい。あ、腰痛い。